柳橋物語山本柊五郎中編五光太郎は貝を食べるようになってから帰ってお染のちぶさを欲しがった起きている時はさほどでもないが寝る時は握っているか口に含んでいないと眠らない はじめはとてもくすぐったくて我慢できなかったが、どうしても効かないので、少しずつ触らせているうち、慣れたというのだろうか。その頃ではさして苦にもならず、どちらかといえば自分から与えてやるようにさえなっていた。吸っちゃ嫌よ、こうちゃん。吸うとくすぐったいからね。ただ加えているだけ。そう。 こっちのお手てもそうやって握るだけよ。乳首をつままないでね。ああちゃんとってもくすぐったいんだからね。そうそう、そうやっておとなしくねんねするのよ。添い寝をして、形を口に含ませ、形を握らせていると、不思議な一種の感情が湧いてきて、思わず子供を抱きしめたり、頬を吸ってやりたくなることがある。 体全体があやされるような重さ、心よい気だるさに包まれ、どこか深い空洞へでも落ちていく陶水と何のわいも心配もない安定した気持ちとを感じるのであった。三日の夜は光太郎の寝つきが悪く、幾度も父を強く吸ってお染を驚かした。 十時頃に一度用を足させ、それから少しうとうととしたと思うと、痛いほど激しくまた父を吸われた。体中の神経が引きつるような感覚に襲われ、おせんは思わず声を上げて父を離させた。いやよ、こうちゃん。びっくりするじゃないの。どうして今夜はそうおとなしくないの あーちゃんバブバブいやーよ。なーに何が嫌なのこう言って頭をもたげたとき、すぐ表のところで水の中を人の歩く音が聞こえた。まだ眠気は冷めきっていなかったが、おせんはただごとでないと思って飛び起き、おばさんおばさん大変よと叫び出した。 それから後の出来事は記憶が確かでない。漢銃がまず表へ見に出ようとして、これはいけねえ、ドマがもう一平だ、とわめいたこと。何かを取り出したり包んだりする夫婦のひどく老媒した様子。すぐ近くで、水だ水だみんな逃げろと呼び立てる声がしたこと。 高太郎を背負って手回りのものを包んでお常の手から奪うようにかなり大きな包みを受け取って裏へ出るとそこがもう膝につく水だったこと真っ暗な夜空に遠くの寺でつく早金や反栄の音が女や子供たちの呼び交わす悲鳴とともに悪夢の中で聞くような凄まじい,い響きを伝えていたことなど ほとんどがキレギレの印象としてしか残っていなかった。その中で忘れることのできないのは、背に負った光太郎のことである。おせんは怖がらせまいと思って、絶えず何かしら話しかけていた。ほら、ジャブジャブ、面白いわね。ジャブジャブ、みんなしてジャブジャブ。工房も大きくなったら、 ジャブジャブね。あーちゃん、バブバブ、お持ちよいね、はは。子供は背中ではねた。笑い声も立てた。しかし、同時に震えていた。怖いのだ。怖いけれども、自分でそれを紛らわそうとしている。こんな幼い幸太郎が。おせんはいじらしさに胸苦しくなり。 いくら吹いても涙が出てきて仕方がなかった。強いのね、工房は。おせんは首をねじるようにしてほほずりした。何にも怖くはないのよ。ね、ジャブジャブ。みんなで観音様へ行きまちょ。はい、ジャブジャブ。観中夫婦とどこではぐれたかも覚えはなかった。 猿屋町あたりでお常が忘れ物を思い出し、あれだけは、と泣くような声を上げた。諦めろとか引き返すとかいうのを聞きながら、もみ返す人並みに押されてゆくうち、気がついてみると二人は見えなくなっていた。湯島の天神様へということは打ち合わせてあったので、いずれは会えると思い、そのまま 避難者の群れと一緒に湯島へ行ってしまったが、それが漢重夫婦との別れになったのであった。聖堂の裏の空き地に建てられたお救い小屋で、お染は丸十日の間、窮屈な暮らしをした。その間に随分探し回ったが、漢重にもお常にも会えず、見たというものさえなかった。 その時の水は本所と深川を海のようにし、西岸も浅草通りを越して上野の広工事あたりさえ道に溢れ、4日ばかりは少しも減る様子がなかった。だが、夫婦は身軽のことでもあり、二人一緒だからどう間違っても溺れるようなことはないであろう。家へ帰れば会えるに違いないと思っていた。 水は七日目あたりから引き始めた。おせんは子供を追って、まだ泥水が萩まであるうちから何度も平衛門町へ行った。あたりはひどいありさまで流されたり壊れたりした家が多く、冠獣の大きな物置など形もなかったが、住居の方は小さいのと、藁やむしろが絡みついたためか、 少し傾いただけで残っていた。十日目には床もやや乾いたし、家事塀にいる友助の女房が進めるので、お救い小屋を引き払ってきたが、勘十夫婦はやはり姿を見せず、そのままついに会うことはできなかった。お仙が本当に生きる苦しさを経験したのは、それから後のことであった。 それまでは、かんじゅうとおつねがいてくれたし、半分は頭を痛めて物のけじめも明らかではなく、苦労というほどの思いはせずにすんできた。けれども今度は自分の力で生きなければならない。幸い住居だけはある。ともすけの女房がいろいろ気を配って、古いものだが、ガマの敷きたみも入れてくれたし、 屋根や羽板の傷んだところも直してくれた。まだ暑い季節なので寝起きもすぐに困りはしなかった。だが度重なる災難で世間一般に生活の行き詰まりがひどく、誰にしても他人の面倒など見ている余裕はない。おせんはまずともすけの行為で材木のくずを分けてもらい、それを売り歩いて わずかに上をしのぐことから始めた。しょうさんは帰ってくれないかしら。心細くなるとよくそう思った。去年の地震や火事のことを聞かなかったのかしら。あんなにひどかったのだもの。髪型へだって評判がいったはずだのに。もしも聞いたとしたら、せめて手紙ぐらいくれてもいいはずだのに。しかし、 その後からすぐ自分を叱った。手紙のやりとりだとすると心がぐらつくから当分は頼りをしない。そっちからもくれるな。いつかはっきりとそう書いてきたじゃないの。二人が早く一緒になるためにあの人は脇目も振らず働いているんだわ。つまらない愚痴など言ってはすまないじゃないの。 秋風の立つ自分から、おせんは、旅の小はせかがりを始めた。前に仕事をもらった家の親だ棚だそうで、お蔵前に店があった。家事からこっち、川羽織や川の頭巾を作ることが大を流行したため、川が高架で回らず、旅は木綿一色であったが、仕事は追われるほどあるし、 川よりも手間がかからないので、子供の相手をしながらでも、粥ぐらいはすすれる稼ぎになった。寒さが厳しくなり、朝な朝な霜の降りる頃に、おせんは仕事を届けに行く道で、思いがけない人に会った。天皇町から片町へ入るところに、小さな橋がある。 そこまで来ると横から名を呼ばれた。あら、おせんちゃんじゃないの振り返ると若い女が立っていた。濃いおしろいと鮮やかすぎる口紅が目を引いた。髪形も着ているものも派手な上に品がない。誰だろう思い出せずにいると女は懐出をしたまま寄ってきた。 やっぱりおせんちゃんだね。あんた無事でいたんだね。女は上から見るような目つきをした。あたし死んじゃったかと思ってたよ。今どこにいるのそれあんたの子供なのかいまあ、おせんは息を引いて叫んだ。おもんちゃんあんた、 おもんちゃんじゃないのなんだ今わかったの白情だねおもんは男のように脇を向いて唾をした。おせんはぞっと身震いが出た。懐かしい友である、福井町のおはりの師匠で一緒になり、ただ一人の仲良しとして付き合っていた。家は天皇町で、マルハンというかなりの油屋だったし、 彼女はその一粒種で、器量もよし、おっとりとした優しい気質の娘だった。それがこんなに変わってしまった。変わったというより、まるで別人ではないか。濃く塗ったお白いでも隠すことのできない肌のあれ。紅を刺したために、かえって醜く乾いて見える唇。濁った物うげな目の色。 そして体全体のどこか線の崩れただるそうな姿勢。病気でもあるらしいしわがれてガサガサした声。どの一つをとっても昔の面影はない。思うんであることは確かだが、しかしそれはもう決して思うんではなかった。懐かしいという気持ちは一瞬に消えて、 おせんはそのまま逃げ出したくなった。あたしの家もきれいに灰になったよ。感心するくらいきれいさっぱりさ。おもんはひとごとのようにこう言った。おっかさんとこぞうが焼け死んじゃった。おもしろいもんだね人間なんて。お酒もろくに飲まなかったおとっつぁんが。 今じゃあ酔っ払って、ドブの中で寝るし、さもなきゃ、バンタの軌道へ縛り付けられてるわ。そしてこれもまんざら悪くはねえ、なんて。あんたご亭主を持ったのいいえ、この子はそうじゃないの。あたし一人だわ。どうだかねえ。思うが不遠慮に、こちらを眺め回した。 あんた楽じゃないらしいね。<laughs> この不景気じゃ誰だってたまらないから、飢え死にをしないのがめっけものさ。今どこにいるの平野門町の中通りにいるわ。変わったわねあんた。もう一度じろじろ見回して、お盆は激しくせいた。何か困ることがあったらおいでよ。 私、おえんまさ様のすぐ裏にいるからね。もしなんなら少しお小遣いをあげようか。そして、懐での肩をすくめ、つばをして向こうへ行きかかったが、ふと何か思い出したというように振り返っていった。ああ、おせんちゃん、あんた、小吉っていう人を知ってるかい